任せたわよ、リズ。それじゃあ、ルルとチャコ、ポンペとおひげは川作りを担当するわね。おひげ。それがよい。景色を丸々作るなど、我が輩は年がいもなく興奮してきたぞ。おひげに関しては何もないの、コメント。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ということって、何をすればいいの？アイナ、シド、お帰りなさい。二人が帰ってくるの待ってたわ。あ、なんかマークあるね。あっちの方向に行けばいいってことかな。あ、みんなついてくるのか。なるほど。あ、懐かしき。めっちゃ懐かしいとこやん。ね、作ったね、これ。あー、いいわ。ん？階段。こんなとこにこんなものあったんやっけ。あ、ここに開かれたんやったっけ。白地のとこよね、これ。あ、なるほどね。こんなところだったのか。よしよし、行きましょう。なんかあれをね、ゴゴゴゴゴゴみたいな感じになって開いたよね。あれ、こっちやったっけ。こっちでしたっけ。よいしょー。え、てかこれあれじゃない。ワープで行けるんじゃね。行けんっけ。行けるやん、ほら。はい、ワープしまーす。はい、着いたー。どうも、お久しぶり。ほほほ、よくぞ戻ったアイナ。共に物を作る仲間を集めてきたのじゃな。こんな感じで。私たち、モンゾーラという島から来ました。今日からこの島に住ませてください。アイナさんと物を作って、この島を一緒に開拓していきます。どうかよろしくお願いしますね。賑やかだ。うんうん、なかなか元気な娘さんではないか。歓迎するぞい。では、アイナよ。まず彼らの住む場所を確保し、この島に家を作ってはどうじゃ。家とか後でいいし、私たち島に着いたら何を作ろうかって、船の中でずっと相談してたんだ。何その相談聞いてないよ、私。俺たちもビルダーなんす。空っぽの島にすごいものを作りたくて仕方ないっすよ。なんと、お主たちもビルダーとな。ビルダーっていうのは何なん、自分で名乗ったらもうビルダーなの。わしは嬉しいぞい。空っぽ島にこんなにもビルダーが。それにしてもこの島、思ってたより地面が荒れてるね。まずは土をきれいにしたらどうかな。ミミズン、それ名案ね。緑に溢れた土地があれば、食べ物だってたくさん作れるわ。フォフォフォ。それならおあつらい向けの場所がある。その名も緑の開拓地じゃ。自分がつけた名前だよね。あいなよ、島の北東にとある石板がある。まずはみんなでそこに行ってみてくれ。お、地図に目的地が表示された。なんならほれ、そこの崖からピョーンと飛んでみるがよい。お主が装備しておる風のマントがあれば、みんな一緒に飛べられちゃうぞい。おお、びっくりした。おっと、大切なことを伝え忘れておったわい。小さなメダルを持っているじゃろ。そんなお主にはメダル交換機能を解放してやろう。おお、小さなメダルは白 C にあげるの。なるほどね。メダル交換がしたいときは、X ボタンでわしにアクセスじゃ。アクセス。オッケー、じゃあそこからぴょーんと飛べばよろしいわけですね。え、どこ？こっちの方向で合ってるんですかね。とりあえずちょっと、この一番下までは、この辺から飛べばいいかな。いや、この辺りから飛ぼう。行くよ。はあ。ああ！落ちた。落ちたー！ねえ、落ちたよ。落ちたよ、私。ふ、まあ。とりあえず行きます。もうこのまま私は行こうかと思います。みんなついておいで。まあ、あっという間に着くでしょう。ちょっと待って。別に上に登る必要は。あ、これや、石板。あったあった。よかった、近くって。あ、なにこれ？作業台？え、なんか、今までの作業台と違うんやけど。はい、これですね。あったあった、石板。これが白字が言ってやがった石板か？何も書かれていないが、石板っていうかなんかあれやんね。黒板みたいやけど。おお、来た。これはエニシアンビルダーが残したものづくりの意志じゃ。ビルダーたるお主が考え、頭に浮かんだものがこの石板に刻まれるはず。この空っぽ島を開拓し、ものづくりで満たすために何を作るべきか、お主なら考えつくのではないか。目標が刻まれた石板をもとに、みんなでこの地を開拓していくのじゃ。私の頭の中がここに映し出されるってこと？めっちゃ恥ずかしいやん。この島に作るべきものか。そこのうねいぬさんが言ってたけど、
このカラカラでみすぼらしい土地を、まずは素敵な大地にしたいわね。うねうねさん、よくビビらんね、ミミズン見て。そうよ、みんなが住むところを後回しって言うなら、この島の景色を作ればいいんじゃないかしら。島の景色？お、なんと、水と草木に囲まれた穏やかな村の風景が浮かんだ。お？ほうほうほう。それを作り上げると。お、なんか出てきたよ。いや、後ろに映ってるよ、映ってる。開拓レシピ。川を作ろう、草原を作ろう、森を作ろう、すげえ壮大。超壮大。やばいね。どこもかしこもカラカラに乾いてる。まずはたくさんの水が必要だ。みんなと一緒に川を作っていこう。まあ、でもみんなも作ってくれるってことよね。川作りに草原作り、そして森作りか。これは何とも作りがいがありそうだ。あゆなったら、少し見ないうちに随分成長したのね。言ってはみたけど、本当に作る気なんて。景色を作るっていうのは考えたこともない発想でした。さすがアイナさん、そしてルルさんです。この場所を緑で満たすとか、モンゾーラから来た俺たちにぴったりのものづくりっすよ。緑でいっぱいにしてきたもんね、島自体を。キャハハ、住むところはみんなで川や森を作ってる間にささっと作ってくれちゃえばいいもんね。アイナよ、今こそ我が輩たちがモンゾーラから持ってきたたくさんの素材を生かすときだな。ちゃちゃっと作るのは私なんだよね。そんな簡単に言ってくれちゃって。あ、なに、収納箱ありがとう。その収納箱に私たちが選び抜いた素材が入ってるよ。この島のものづくりに使っちゃってね。ありがとう。あゆな、シド、なんだかこの人たち物を作る気満々ね。モンゾーラって島で何があったの？まあ、カクカクシカジカだよね。何、秘密みたいな。だけどルルもみんなを見てたらやる気出てきちゃった。この島をみんなで開拓していきましょう。お、ルルも作るの？あんなわがままお嬢様だったのね。開拓スタート。さてことで、まずは何？アイナ、川を作るならちょうどいい場所があるわよ。アイナとシドウが帰ってきた時のために島のことをいろいろ調べておいたんだから。緑の開拓地って言わなかった？フォフォフォ。ではルルに従い、まずは川作りから始めると良いじゃろう。石板に触れたお主ならいつでもここにワープできよう。広いこの島ではワープを生かすことじゃ。ではわしは川と草原と森の完成を待っておる。出来上がったら神殿まで来るがよい。ふんふん。よし、それじゃあ早速川作りから始めていきましょう。あゆな、あそこにある高台が見える？どれどれどれ、どれ、ここ、どこ。あそこで川を作るととってもいい感じになると思うわ。川なんかあっという間にできちゃうんだから。本当に川ができそうな場所なくね？ボッコボコやけど。高台に川だと？お主何を考えておる。川は地面を流れるものであろう。よね。何？滝？ルルさんに考えがあるみたいです。とにかく高台に行ってみましょう。誰が先に着くか競争ですよ。すごいやる気ね。アイルとシドはルルについてきなさい。なるほど。ルルについていけばいいのね。早く出発しろよ。敵？ああ、これか。見えてなかったわ。ほら、怯えてなくていいから早く行ってよ。お、え、なに？みんなはもう、あ、めっちゃ進んでいくやん。ルル超置いていかれよりよ、大丈夫？とりあえず、ね、ルルについてきなさいって言われたけんついていくけども。ルルだけマークついとるし、なんか。みんな元気だな。え？あっこ登っていくの？で、まあ、みんなについていきよったら、とりあえずね、上がっていける場所もわかるけん。はいはいはい。待って、ちょっと軽やかに登っていきすぎじゃない？くっ。こ。はっ。うるさいな。敵がどうした？敵が。お、着いた？ここ？え？いや、怖い怖い怖いが落ちる。落ちる。とはいな、素敵な眺めでしょ。うん。え？何？あっち？あ、うねうねしとるところがあるね。あそこ川にするってこと？え、上がってくる必要あった？ルルの勘だけど、あそこのあたりは昔、川が流れていて、干上がっちゃった場所だと思うの。まあ、それっぽい感じはするね。ここから水を流せば、一気に水が広がって、また大きな川になるはずよ。ここから水を流す？上から？そういうことですか？やっぱり滝？
まさかルルさん、この島の景色ごとアイナさんに作ってもらう気なんすか？それってすごい発想ね。お家は料理作りをしなく、そんな大それた発想なかったわ。だけど問題は、どうやってここから水を流すかよ。バケツで少しずつ流すわけにもいかないし、それなら乾きの壺があります。ってことでこれでルルをびっくりさせようってことね。ここから流せばよろしいの？緑の石板のあたり一帯を我らモンゾーラの民の町にしよう。ここに一から家や畑を作っていくのだ。ちょっと待ってね。ふっふっふー。どうすればいいんやろ。ここから流せばいいんすかね。流れた？流れた？ねえ、流れたの？あ、流れていきよりやん。ふぅー。よきだよ。ルルさんって発想がすっごく壮大ですね。なんだか頼もしいです。ルルさんは水を流す方法を心配していましたけど、アイナさんのあれを使えばできますよね。できちゃったよ。そう、乾きの壺です。中にモンゾーラの水が入っているはずですから、その壺でこっから水を流せます。でもこれさ、源泉みたいなのがないんやけど、いつか尽きるんじゃない？大丈夫なの？この場所にたっぷり水をまけば、きっと下まで水が広がっていきますよ。下まで水が広がるか。よし、我が輩はあっちの様子を見てくるぞ。元気に動き回るなぁ。どこにおるんか知らんけど。それじゃあ、アイナさん。まずは目印の場所で水をまいてみてください。どうせなら綺麗な川にしたいです。流す水は泥水じゃなく、綺麗な水でお願いしますね。何？私もう撒いちゃったんだけど、どこ行ったの？あ、ここから撒くのね。なるほど。はっ。巻きまーす。こんな感じで。わあ、何よその薄汚い壺は。あっという間に水を撒けたじゃない。なんなの？褒めてんの？けなしてんの？うきゃー、見てください、アイナさん。水が広がって。いいか、あっち側にも流れとった。下まで行ったよ、下まで。よきよきだね。すごいっす。滝ができたんすね。これ、ルルさんの言う通り、水が流れる景色ごと作れそうっす。この水は永遠に流れるんかな？おぉ。我が輩の周りにも水が流れてきておる。こんなにも広い範囲に水をまけるとは。すげえ綺麗、なんかあの場所いいね。階段みたいになっとって。やった！あ、この島でもまた一からないよね、ハートが。なるほど。さすがです、アイナさん。水も無事にまけましたし、ここが川作りの出発点になりましたね。乾きの壺はやはりすごい。あれだけの水を一気に流せるのなら、川作りも簡単にできるであろう。あとはこの滝の下の干上がった川のあちに水を流していけば立派な川になりそうですよ。ルルは滝の下に降りてみるわ。あなたたちもついてきて。ふんふんふん。うわー、あのルルさんって人、断崖絶壁降りていったっすよ。大胆で面白い人っすね。あの感じ癖になりそうっす。ルルさんを追って滝の下に行くっすよ。なになに？それ褒めてるの？褒めてるんだよね。でもこれさ、水を伝っていた。みんなめっちゃ普通に降りていくやん。怖ーい。でもこれ多分、水の中ならダメージを受けんかったはず。ふぅ、降りたいや、ルルさんじゃなくて。ルル？遅いじゃない、あなたたち。こっから川の後に沿って水を流し入れるの。そうすれば立派な川ができるわ。川作りか。面白そうだが、俺は物が作れない。適当にこの辺りブラブラしてるぜ。障害物を壊してくれてもよろしくってよ。アイナ、ピンチになったら来てやる。安心して川と草原と森を作れよな。キャハハ、そうだった。川だけじゃなく草原と森も作らなきゃだね。モンゾーラの緑再びって感じ。緑といえばミミズンよね。私とミミズンとジバコお姉ちゃんで草原と森作りを担当するわ。文字で作ってくれるん、ありがたい。任せたわよ、リズ。それじゃあルルとチャコ、ポンペとおひげは川作りを担当するわね。おひげ。それが良い。景色を丸々作るだと、我が輩は年がいもなく興奮してきたぞ。おひげに関しては何もないの、コメント。では、まずは私たち4人で、どこに水をまくか誘導します。うまく川になるように、水をつなげながら巻いてきてください。私たちが立っている場所が目印ですよ。ふんふんふん。この辺りに水を巻いてください。何このダンス、めっちゃ可愛いんだけど。超絶可愛くない？いいね。しかし、水浸しにしてゆく。めっちゃ可愛い。いいね、いいね。なんかめっちゃいいね。はい、次は？ここに水を撒いてほしいっすよ。
ちょっと場所ずれたかもしれんけど、まあいいでしょう。まあ良きでしょう。ん？なんかこの部分微妙に負けてないよ。ほっ。こういうのちょっと気になるよね。オッケー。ほ。なんかこの微妙な微妙な。はいはいはい。広がるまでやらんといかん感じかな。よし。期待しておるぞ。はい。よ巻いていきましょう。このあたりに水を巻いて。どのあたり？このあたり？あ、なんかもうさらに向こうでチャコが踊ってる。チャコが踊ってる。はいはい。この、そのダンスいい。そのダンスめっちゃいい。ここに水を撒いてほしいっす。よっ。なんとも涼やかっす。さっきからなんかね、言ってくれてる場所の先へ先へ撒いちゃってるからさ。あそこで？あそこまでってことか。なるほど。この辺りに水を撒いて。ほら、思った以上に広がるんよね。これで OK っすかね。おお。お前らいい感じに水を流したじゃないか。うん。やっぱり水がある景色って素敵。なかなか悪くない川になったわね。ルル、じゃなかった。ルル、アイナと指導を待っている間、ずっと考えていたの。どんなルル王国を作るかって。ルル王国には水場がいっぱい欲しいわ。綺麗な水で溢れる素敵な王国を作っていきましょうね。おい、待てよ、ルル。モンゾーラに行く前に言っただろ。作るのは指導帝国だ。どっちでもいいよ。てか、私はメイン私でしょ。なんだ、指導はアイナに頼んで、指導公園でも作ってもらいなさい。指導公園、いいね。それはそれで良きだね。まあまあ、喧嘩するでない。どうだ、ここは間を取って、我が輩を王とするドルトン王国を作るのは、みんな自分ばっかり。うるさいヒゲ、お前は黙ってやがれ。冷たい。ドルトンに冷たいよ、指導。あなたの壺さばきで、いい具合に水が負けたわ。壺さばきとは初めて聞く日本語だな。顔もなかなかいい感じよ。それにしてもその壺、薄汚いけど面白い壺ね。どうやって手に入れたの？まあ、カクカクしかじか。へぇ、マギールさんって人にもらったのね。ルルも会ってみたかったな。モンゾーラってところで、アイナと指導がしてきた冒険のこと、今度ルルにも聞かせてね。さあ、素敵な川ができたけど、ルルはまだまだ満足しないわ。川をもっともっと大きくして、ルル王国にふさわしいルル大運河を作っていくわよ。何それ、大運河。どんなでかいの作る？え？ポストの手紙が届いた？なんだなんだ。さあ、ルル大運河作りはまだ始まったばかりよ。もっともっと川を大きくしていきましょう。でも、枯れた川の跡はここまでみたいです。これからどうしていきましょう？いや、川の跡は続いてる。邪魔な土砂で埋まってるだけみたいだ。そうなんや。なんならこの土砂を壊そうぜ。土砂の向こう側を繋げて川を開通させるんだ。土砂を壊して向こうまで川を伸ばすですか。さすが指導さん、いい考えですね。こんなこともあろうかと我が輩はモンゾーラからあるものを持ってきた。なになになに？おお、また収納箱どんだけあるの。我が輩たちは土砂を壊しつつ、この収納箱に入れてある建材で壊した土砂が崩れるよう囲いを作ろう。ふんふんふん。それじゃあいいな。邪魔な土砂を壊すのは俺たちに任せて、お前はミミズの緑を作ってこいよ。お、緑の方に移るの私。水の通り道を作るわよ。なるほど。そしてちょっと届いたお手紙を、ちょ、耳に行きましょうかね。船着き場。てか、手紙送ってくるの早くね。まだそんな経ってないよね。あいな。お、なに？なになに、どうした？見ろよ。水を流して川にするために遮っていた地面をぶっ壊したぜ。え、早くね？え？私たちもガンガンハンマーを振り回して、自分がビルダーだって身に染みて感じました。ふんふん。水の通り道が完成一瞬やん。え？いつの間に来た。これで水の通り道はできたな。では川作りに次なる段階に進もうぞ。まあ、うん、わかったけど。お、ソフィー。空っぽ島でのものづくり順調ですか？妹のリサは元気にやっていますか？ハロウィン感丸出しな感じやね、なんか手紙。時折ヒース様が暴走しておかしなものを作ろうとしますが、
モンゾーラでは毎日健やかな風が吹き、私のパン作りも順調です。どうかアイナ様もリズたちと一緒に元気にお過ごしくださいね。ヒース、どうした、何があったの？ヒース、そんな感じなの？変なものを作ろうとするというのは何かがものすごく気になるけれど。さあ、それじゃあ戻りましょうか。あれ？あ、ここか、ワープ先は。はい、緑の開拓地。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、あれはあれなんかな、こうフィールド移動しよったらすぐにできるようになっとったんかな。みんなのスピード速すぎてビビるんやけど。